私は選出候補に入ってるんだと思うんですよ。ああそうですかね。でこれは何でかっていうと、リリーフについては、まあ、当然矢崎、ケムナ、島内、とうとう入ってると思うんですね。去年やっていた栗林を含めて、問題はこの外国人投手2枚は下手をすると先発に入れるんじゃないかなと。まああのターリー・アンダーソンプレーですね。ターリー左、アンダーソン、ターリーとしても結構投げました。まあ途中でかなり、まあ、アメリカ行ったりちょっと休憩させたり、まあ、かなり飛ばかだったんですけど、ターリー投手、まあ、特にターリー投手結果出したじゃないですか。はい、としてですね、このターリー投手ぐらい、まあそれがちょっと劣ってもいいんですけど、テイラー・ハーン投手です、左のこの190センチ超えてるですね、結果出せるかどうかですよね。まあ私はね、ハーン投手というよりかは、はい、私は逆に、あの彼は先発に入れる可能性はあるかなと思いながら、ハーンをですか。ハッチの右の方も先発あるしということですか。両方とも先発、いや両方先発だから、リーフの方は日本人で賄ってくん、それはじゃあ塾長、言い方変えればカープの中継ぎはすごく充実してきたってことですか。あのカープの方は、後ろの方ではなくて、やっぱり、ま、要は結果ね、シーズン通して大瀬良、森下等が抜けてるんですよ。なるほど。で要は日曜日当番について言うと、遠藤、森、玉村、はい、結局、まあ、森がなんとかなったとはいえなんとかなってないんですね。あの、阪神との優勝争い上で言うと森がなんとかなってた日曜日ではないんですよ。そうですよね。ゲーム差を考えても、DNA ぐらいですね。DNA に 0.5 ゲーム差まで迫られちゃった事態。はい。では、7ゲーム、8ゲームあったのに、追い込まれたわけですね、カープ。まあ、森投手が活躍したのは、DNA 戦ですよね。日曜日の DNA 戦。だからその分だけカープが2位で、クライマックスいけましたよと。そうは言っても、まあ、セリーグの2位がクライマックスに行って勝ったなんていうのはカープ以外はほぼないっていう事態までなってるわけですね、2位。そうですね。はい。そうですね。の勝ち抜け事態ですら。はい。そうですね。これを考えても、私は、そのカープ側で言うと、先発が足りてると思ってるとは思ってない。なるほど。あ、先発陣容は4人はいますよ。だから勝てる4人はいます。まあ、正直、まあ、どこだとしてもね、今年、去年は良かったですけども、今年もですね、そんなに無理させるかどうかっていうのもありますし、栗投手だけはいいんですよね。なんかいつかでも。栗はずっといけるんですよ。で、栗はいいんですけど、まあ、栗、床田は年間通してはいけてるんですね。あの、勝ち星同行ではなくて、年間登板数はこの二人は、要は、まあ多分25試合から30試合先発はいいんですよ。で、問題は、森下と大瀬良が、多分15試合しか使えないんです、ね。そう考えると、テイラー・ハーン投手、ハッチ投手とかですね。
ここら辺が中5日で先発してくれると、先発の組み合わせ上楽になりますね。楽になると思うんですよ。はい、で、カープにしてみたら、ハーン投手にターリー投手の代わりを務めてほしいとは思ってるとは思うんですけれども、うん、私は逆に、そうですね、今回、期待してるのは、堀江の腕を下げさせたことによって、ターリーのポジションは堀江なんだと思うんですよ。そうかもしれないですね。カープの、まあ、フロント、黒田コーチ等々で言うと。はい、そうですね。だから、ターリーの枠を、ハッチが埋めるんじゃなくて、はい、ハインが埋めるんじゃなくて、堀江が埋めると。日本人で埋めてほしい。そうですよね。割合と黒田投手がいろいろサイドスローとか、大体ホーム強制っていうのは、サイドが上じゃなくて、上がサイドももちろん多いんですけども、そういうことが多いですよね。堀江投手を下げてくれとか、新谷投手もサイドスローに挑戦とかですね。まあ、スリークォーターからサイドに。いや、今、先発じゃなくて、中継ぎがテコ入れされてるんです。そうですよね。うん、ですよ。はい、そうですよね。で、これを見ると、基本は、私が、この外国人2枚については、先発なんじゃないかなと。そうですよね。あと、この後、塾長と話した後にも出ましたけど、それらの話した後ですね、増田投手にも、黒田投手の方から、まあ、新井監督からも出たんですけど、斎藤正樹みたいになってくれと。要はサイドスローじゃないですか、斎藤正樹。はい。ちょっとだけこう腕上がってるサイドですかね。まあ、スリークォーターとサイドの間ぐらいですかね。ですね、多分ですね、同じ名前なんですけれども、西武の増田なんだと思うんですよ。だからもう多分、先発はないと思うんです。はいはい、まあ、そうですね。もしくは、まあ、リリーフから先発に行ったロッテの西野。はいはい、なるほど。だからそのイメージ、要は、彼らサイドじゃないですよね。はい、でも、スリーフォーターでもない、なんか微妙な高さなん。それをカープの増田投手に、この2人、新井監督は黒田監督は、斎藤正樹になれと、はっきり言ってるんですね。でしかも動画を見せつけて。はい。これやっぱり、身近なその西武の増田投手を見せるよりも、もっとビッグネームを見せた方が、イメージを湧きやすいからですかね。だと思います。しかも20勝上げてますからね。ええ。あとですね、持ってるボールが一緒だから。浮き上がるストレートと、はい、まあ、スライダー、ね、ええ。なので、はい、多分、まあ私も見て思ってたのは、西野と西武の増田の欠点は抜けるんですね。あ、はい、あ、まあ、まあ、要は、抜け気味が、まあ、まあ、阪神からメジャーって、藤浪ほど抜けないけど、抜ける良さで、彼らは結果出してる。うん、そうですよね。ですよ。じゃなくて、やっぱり新井監督、黒田、コーチ、等々で、うん、まあ、他の選手から見ても、抜けるのがいいことなんてないんですよ。そうですね。コントロールつかないんだから、基本は。そうですね。うん。そうですね。なので、斎藤正樹の抜け玉って一点もないんです。うん。確かにそうですね。抜けないですね。はい。うん、なので、投球フォームを変えさせてるわけじゃなくて、斎藤正樹になるということは、うん、抜けボールを絶対になくせって話。だから必ずボールを握るというか、うん、
なんだ、指にかかった状態を投げろと言ってると思うんです。だから黒田投手は、黒田コーチはサイドスローになれとはっきり言ったわけですね。要するに、そうです。だから要は自分が抜けない腕の位置がどこなんですかなんですよ。だから斉藤正樹は抜けないボールの位置が今の位置なんですね。うん。だから、まあ、だんだん下がっていったわけですよ。だから、うん、要は今の、うん、カープの増田で言うと斉藤正樹の腕の位置の問題じゃなくて、自分が抜けない肘の位置、ね、腕の高さが斉藤正樹なのか、はい、要は西武、ロッテ、まあ、ロッテ西の西武の増田みたいに、はい、要は、それよりも高いのか低いのかは、そら、あなたが決めることです、と。そうですね。まあ、その意味で言うと、斉藤正樹投手のように、まあ、要は、カープの増田投手も、縦よりも横の、変化球を生かすということですかね。そうですね。だから逆に言うと、斉藤正樹のようになれって、簡単に、まあ黒田、まあコメントで言うとそうなんですけれども、新井監督が言うけれど、下手をすると、一個間違えちゃいけないのは、落ちるボールを捨てろって言ったのかどうかな。そうですよね、落ちるボールを捨てないとあの高さにならないんですね。うん、そうなのかもしれないですね。だから落ちるボールを増田は持ってるんですよ。うん、まあ当然西武の西野、ロッテの西野、西武増田も持ってるんですけど、はい、だから今持ってるシンカーとかフォーク系を増田が持ってるんですね、カーブの増田も。でこれを捨てないと斉藤正樹の腕の高さにはできないんですね。はい。まあ多分そういうことなんでしょうね。ええ。まあカーブ、スライダー、そうですね。振り生かせってことですよね。逆に言えば。今の状態、今の増田がやる状態ですね。で、この後に、要するにまあ塩崎の進化。まあ当然あの野村監督が森監督に聞いて、まあ塩崎に、高津に塩崎のシンカーみたいな落ちるシンカーを覚えなさいと、教えを請うて OK ですと言われて、まあ高津がシンカーを覚えるんですけれども、これはこの後の課題の話なので、増田投手って結構肘の使い方が柔らかくて、肘を下げ気味なんで、もともと実はオーバースローといってもリリースポイント低めなんですよね。低いんですよ。だからそれを低くするってことは、もう落ちるボールを捨てないとできない。うん。あとなんかこういろいろ動画解析されてしまって、増田投手って回転数多め、スピード速いんですけど、153キロ。ただ回転軸の傾きが結構あると。だからシュート回転が多い球種と。その意味では三振取るというよりも打たせとる。やっぱりそう考えるとサイドスロー向きっちゃサイドスロー向きですよね。なので、ちょっと分析ずれしてるのは、斉藤正樹じゃないんですよ。そうですかね。斉藤正樹じゃないんですよ。だからそれを、腕の高さの問題がいろいろあるんですけれども、腕の高さがもっと低くなっちゃうんで比較ができないんですよ。比較はできないんですけれども、まあこれある程度、このカープ塾の年齢ならわかると思うのは、松沼正幸、ですかね、お兄さんの方ですね。あ、ひろゆきですね。はい。と、高橋直樹。で、回転数どうこうで空振り取るのは
松沼兄の方なんですよ。ええー。打たせて取る方が、ね、まあ当然三振も取ってた、日本ハム時代三振、まあカープ時代まで三振取ってた、高橋直樹がいるんですけれども、正直言って、増田がやるのは高橋直樹の方なんです、ね。そうかもしれない。だからこれをやめるんだったら、完全に打たせて取るタイプに変えないといけなくなるので、うん、まあ塾長こういろんな投手ね、この増田投手以外で黒田と投手というか、まあアドバイザーの方からですね、いろいろフォームの変わるピッチャーが、まあ、多分何人もいるか、まあ、カープ出ますで、これは、ま、そこら辺をまとめてですね、今度ちょっとまた別の話もいいんじゃないですかね。今回外国人で言うと、はい、私はこのリリーフ陣は、まあ、ルーキー等々、はい、まあ、ここ3年は多分カープほとんど大卒社会人のルーキーなんですね、ピッチャーで言うと。はい、でこれで言うと、私で言うと、この、まあ、リリーフで取ったハーン投手も含めて、この2人は、先発で使ってくるんじゃないかなと。ハーン投手も多分リリーフは使って、まあ、ターリー投手の代わりって使うとは思うんです。思うんですけれども、結果先発が足りなくなるので、そうですね、っていうことですかね。そうですね、逆に言うと今の、まあ、黒田テクニカルコーチですね、うんうん、まあ当然アドバイザー含めて、リリーフ陣右左が日本人で賄ってくるんかなというところですか、じゃないかな、はい、だからハーン投手をリリーフはターリー投手の代わりで取ってはいますけれども、うん、先発で使ってくるんじゃないかなと。なぜかというと2人とも経歴が先発なんですよね、7割方、うんうん、まあ半年はここ最近どっちかって中継ぎが多いですけどね、まあでも確かに先発は、まあ、当然ここ最近は中継ぎですけど、はい、全体は7割先発、はい、そうですね、はい、ですよね、要はプロ生活全体がね、はい、そうですね、はい、分かりました、私は見ています、はい、分かりました、塾長ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。